90分。この宮本監督もその新米監督として懸命に戦っています。ボールをつないでいって宮崎のクロス、ジビロしっかりと守る、どうだ、押し込めるか、今度は入った、決めたのは大井健太郎。試合終了間際、ジビロ劇的な同点ゴール。押し込みましたね、川端選手がポイントになって、そこに大井選手、素晴らしいタイミングで入ってきましたね。試合終了間際、ジビロ執念の同点、決めたのは今シーズン初得点、大井健太郎です。この宮崎のボール、これよく競り勝ちましたよね。川又落として大井健太郎です。手元の時計では48分台に入っていたか、非常にいいところでバウンドさせましたね。いやこれいいバウンドのヘディングですよね、キーパーが一番取りにくいところですね。